はい、ビカモリアットワイフです。今日はオモをつけていきたいと思います。この子から株分けしたこの子はもうこれだけしかなくて、下の根がもうプランってなっちゃってるんですけど、これは株分け若干失敗した感じなんですけど、でももうオモいっぱいついてて、株分けすごい難しかったんで、パパに頼んだんですけど、ってことは、失敗したのは私じゃありません。だけど、こういう株で、全く、コンポストないやつをどうしたらつけたらいいんですかっていう質問が、あったので、ずっとこういう、これぐらいの、根のやつを出てこないかなと思ったんで、私にとってはちょうどよかった。この、あの方のための動画をずっと撮りたいなと思ってたので、これをつけていきたいと思います。じゃあまずは大きい方のものから、こっちの方が簡単なんでね、こっちから先につけていきたいと思います。失敗っていうかね、本当にいっぱいあったんですよ。もう多分このギリギリから撮った株なので、もうああいう風にしか撮れないから、まあ、もうしょうがないって感じです。そういう風にしか取れなかったんで。で、結構もうポットの栽培のやつでかなり貯水葉が変形してるので、こっちの貯水葉は結構バキバキしちゃうと思います。で、成長点はこんな感じですね。で、こっちのちっちゃい貯水葉で横軸を取っていく形になりますね。と、こっちの胞子葉で割るには、でも胞子葉がめっちゃもう、硬くてしっかりしてるんですよ。だから元気はかなりあります。こっちで割る感じかな。これで横軸を見ていくのもいいかもしれない。こっちで割って。もういや、怖いけど。こっちの貯水をね、傷つけないように。簡単な方からといって全然難しかった。どうしようって感じ。よいしょ。よいしょ。あ、でも綺麗に。少しずつ広がってますね。うん、綺麗にいけたと思います。ちょっと乾き気味ですね、水ゴケが。一回は水吸ってるので、次に吸うときは結構簡単に吸うのでね。ちょっとね、乾燥してきてるから空気が。ケースに入れっぱなしにしてると少し乾いてきちゃってますけど。ほんのりは湿ってるのでね。今こっちをとりあえず広げてみて、ここから起こしてこようかな。こうかな。つい昨日何かの新芽を傷つけちゃったんですよ、板付け中に。何だったっけ、名前が今出てこない。そしたら今パパに、これの主のこの新芽を傷つけないでねって3回くらい言われて、分かってるよって言ったら、昨日傷つけたって言われる。いいってなりました。はぁ、でもね、気をつけないように、確かに気をつけなきゃ。私が悪いんですけど、あんまり言われたらいいってなりますよね。でもめっちゃ仲良しですよ。大丈夫ですよ。一回ここで押さえて、ちょっと上の方を先に巻いてみます。ちょっと、結構強制かけないといけないんで、少し難しい。簡単だと思ったら少し難しい。結構こう、正直こっちから下の貯水葉を下にこう突き刺してしまって埋めてしまえば簡単なんですけど、出したいので少し傾きがね、難しいかも。この下の、茶色い貯水葉があるので、見えるかな？こっちの貯水葉があるんで、先にこっちを押さえて、少し様子見、全然簡単じゃなかった。ちょっと胞子葉の傾きを取っていきながらつけますかね。
綺麗な貯水用なんでね、パキッともしたくないし埋めたくもないんですよね。まあ、上から見るとよくわかるんですけど、こんな感じで、この貯水葉をかなりこう、こっちに持ち上げてこないと、あっちに傾いちゃうんですよ。でもこれ以上持ち上げると、いよいよパキっていきそうな感じ。板からしたらこれくらいなんですよね。ちょっと下になっちゃったな。もう傾きも位置もいろいろ見ないといけないんでね。ちょっと株を持ち上げましょうね。先に水苔から形成するかな。では思ったより難しい株になっちゃった。ちょっと水苔先に押さえちゃいますね、軽く。ちょっと角度つけると見やすいかも。押さえようかな。押さえた方がいいですね、もうこれね。こっち向きで、これぐらい。これぐらいだったらね、傾き、大丈夫だから。これで、もうほんとちょっとだけ水を削る。はい、ちょっと赤ちゃん寝かしてきました。もしかしたら胞子葉で引っ張るっていう手もいいかもしれない。後でもうこれで一回押さえちゃいますね。こんだけ少し傾いてるんで、こっちの一番下の胞子葉に少しかけて引っ張っちゃいましょうか。糸をかけて、こっち側に起こします。ちょっと起こしちゃいましょう。胞子葉で起こしちゃいましょう。これぐらいの角度なんで、今起きてきましたね。うん。ちょっとこれで、今、胞子葉で起こしました。あんまりやらないんですけど、貯水葉の綺麗さも保ちたいし、傾きは絶対なんでね、今でも起きてきました。これでいいかもしれない。うん。ダメだったら胞子葉で起こすって言っても結構難しいですけど、ありっちゃありですね。一番下の古い胞子葉にかけてくださいね。かける場合は。うん、今、ほぼ土正面向きましたね。これで上を巻いていきましょう。少し寄ったか。大丈夫。株、貯水葉ごとしっかり押して、こう傾き、わからないかもしれないけど、ちょっと伝わらないかもしれないですけど、めちゃめちゃ難しい。今、傾きは治ったので、ちょっと傾きが見たくて、この角度で板付けしています。傾きも今戻ったし、貯水葉も、あんまりパキパキ、あんまりってか一応今パキパキしてないんでね、やらずに一応行きました。ここの段差が気にはなりますけど、うん、でもまあいいかな。どうしようかな。ここはもううっすら埋めようかな。パキって終わるよりいいかな。引っかかっちゃった。うん、で、これで水苔をちょっと形成して、ほぼ株はね、今抑えられてる状態なので、
こうかな。ちょっと水下の水苔が足りないので足していきますね。少し上を盛りすぎたかもしれないですけど。ここね、どうしようかな。後でちょっとパパに見てもらって。一応綺麗にできてるんでね。見てもらって、そのまま、判断してもらいましょうかね。OK。OK が出ました。別に主だけじゃなくて、すべてのこの、胞子葉しかないバージョンですね。これはもう胞子葉自体を押さえていきます。糸かけてね。でもめっちゃ難しいのが、置いても、綺麗に置いてもグラ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 しちゃうので、水苔でしっかり、もう、固めながら、水苔を固めながら、入れていきますね。ギュッギュッギュッと。もうこうやって持つしかないんですよ。で、もしくはもう私の今からやる板付けの方法はできないと思った方は、しばらくポットに挿して、育ててから、多少ね、根が回ってあたりぐらいで、やるっていうパターンももちろんありです。で、その方にはね、一回もポットで刺して、こういう株が出たら動画作るので、ポットで刺して待機しててもらってる状態なんですよね。なので、見た時にできないかも、多分ね、胞子葉が2、3枚しかなかったんですよ。だから結構もうより難しいので、できないかもと思ったら、もうしばらく育てて、春ぐらいにね、板付けするっていうパターンかなって思います。貯水量があんまりないともう難しいのでね。ぐら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 こう、置いてもね、もうこれ、ほぼ下がないみたいな感じなので、さっきちょっとついてましたけども、ブラブラ状態だったんでね。でこれで一応横軸と縦、見えるかな、この新しい新芽同士で、これとこれ、こっちとこっち。これで横軸取って、一応つけていこうと思うんですけど、まずこう、もうこの時点で、いつもの他の株よりも結構こうギュッと持っちゃってる感じですね。糸巻く前にすでに、こう、水苔の硬さをしっかり出して、ギュギュと固めて、もう団子状に詰めてから巻いていきます。一回成長点を確認して、成長点埋もれちゃダメなのでね、もう一回もうかなりギュギュって、もうこの時点で固めてください。よし、じゃあ成長点の近く、胞子葉のもう、ギリギリ真下を通っていきますね。まず一回は水苔を押さえていく形で。そしたら、もう、簡単に言えば、この一本はもう、貯水葉みたいに押さえてしまうんですけど、その方が全くなかったので、胞子葉も、そうじゃないと、二三枚だけだったりとかすると、こんな感じです。一回この胞子葉にぐるっとかけて、まずはこうかな。成長点のより、成長点の隣接してるのがこの子とこの子なので、この間にはかけれないんですね、糸を。なんで、まずは下の葉っぱをこうぐっと押さえてしまいます。間に入れてね。間に入れて押さえていきます。こんな感じで。間に入れて押さえる。押さえて、軽く押さえたらもう一応、グラグラはしますよ。こう横にも。グラグラはするんですけど、一応は落ちない。この今水苔から落ちない状態にはなったので、この状態で、一回水苔を、
形成してしまいますね。まあ、この場合、水苔をしっかり入れていかないといけないので、それに気を取られると成長点が埋もれてしまいがちなので、成長点のことを埋もれないようにしっかり見てあげながら、でもこの水苔はもうギリギリ上まで攻めている感じになります。そしたら、次は下を形成していきますね。私のは最終的にこの葉を水苔にこう巻いていってしまうんですけど、その方の巻けるかな？で、巻けないかもしれないので、次にやるのは、こんな感じです。この葉っぱに、こう一周させて、一周させた時に糸をすごく下の方まで持っていきます。ちょっとさっきのこっちでもやったんですけど、一周させた糸を下の方をギリギリまで止めて、こう回していく。この子でもね、もうグラグラしてて取れそうなんで、この葉でやっていき、この葉でやっていきましょうか。こうぐるーっと一周させて、一周させた糸はできるだけ下目にね、でテンションをある程度かけながら一周させてください。一周させた後にグッて引っ張る、多少引っ張っちゃうので。で、これで向こう側に戻るって感じです。で、一箇所だけを引っ張ってしまうと、傾いてしまうので、こっちはこっちに引っ張るって感じ。こう来て、ここ方向に次は引っ張るって感じ。両方から引っ張られてるっていう感じにしてます。これで今、こっちの胞子葉、この2枚が横に引っ張られてる状態になるので、多少動きが、グラグラが減っていきます。で、これを何回か繰り返すって感じなんですけど、で、それでもグラグラする場合は、一番下の胞子葉を貯水葉かのようにもう止めてしまうやり方があります。止めていきますね。最終的にあんまりにもグラグラしすぎると、もう気づいた時にポロッと下に落ちちゃうことがあるので、風が強かったりとかすると、夏場とかね、こう、あんまりこう、グラグラして、まだ活着してない時で、もう、水苔からこう、グラグラ動いてしまう時は、風とかで結構もう、取れちゃうので、こういう形で、胞子葉を貯水葉かのように止めてしまうやり方があります。これで押さえていきますね。こんな感じ。もうしっかり、胞子葉自体もしっかり引っ張ってください。ここの緩みがないように。貯水葉を伸ばしてるじゃないですか。あれと同じ感じ。で、この胞子葉をこう一枚押さえるだけでもだいぶ株が安定してきます。ちょっとあっちに傾いてそうだな。ほら、まだ動くでしょ。こうやって。動くんですよね、やっぱり。なんで、ここの、このチョス、これも止めちゃおうかな。これも止めちゃいますね。もう、でももし、この立ち上がってる2枚しかないと、止めてしまうともう成長点がかなり下向いて止まることになるので、もうその場合はさっきのくるっとした糸のかけ方、それでもうずっとひたすら止めていくしかないんですよね。こんな感じですかね。で、もし貯水葉出てきて、その後、ここの下、ピローンってなってんのは、これ一番古い葉っぱなので、貯水葉出てきた時にはもしかしてもう劣化してるかもしれないんですけど、してなかったらもうここの下はチョキンって切っちゃっても大丈夫です。でも今は出てきてないのでね、そのまんまでピローンっていう形で置いときますね。これで結構もう今、株、成長点自体も、そこまで揺れない状態になってると思います。
でも、もしも2枚しかない場合は、胞子葉が2枚しかない場合は、もう、やっぱりこのポットで刺してしばらく育てるっていうのもありだし、もう、さっきやったみたいに、こういうふうに糸を、ここからくるーっとかけて引っ張っていくっていうことも必要です。こういう感じで。糸の根元をちょっと下の方で押さえておいて、ここでくるっとすると、下の方で止まるのでね。これで左右どっちの方向にも引いていくっていう感じ。くるっとかけて、こっちにも引くけど、こうもするけどっていう感じで押さえていくっていうのもありです。2枚と両サイドにせめて4枚出てたら、こっちの葉っぱはあっちに、こっちの葉っぱはあっちにって引けるんですけど、ない場合は、もう、いろんな方向にしっかり止めていくっていう感じになりますね。これで、でもこの子はいいかな。もっと、私はなんとなくこのやり方を自分で、いいかなと思ってやってるんですけど、もっといい方法あるよっていう方教えてください。もしかしたらもっといい方法があるのかな。こんな感じででも私は今んとこ押さえてます。ね、ほら、だんだんこの残り切りたくなってくるでしょ？なんかゆくゆく切っちゃってもいいかもしんない。はい、重になります。こんな感じになりました。ね、結構綺麗にいきましたね。で、こっちが、もう、ちょっとしかコンポストがない感じの株でした。でも、こういう風にね、ほら、こうやって振ってみて、成長点が動かなければ、それで大丈夫ですので、こうやって振ってみて、成長点が動かなかったら、バッチリです。はい、ありがとうございました。バイバーイ。